自分で行き先を決めずに旅をすると、この辺にいる人たちにちょっと今から声をかけて、私の行き先決めてくださいとお願いして、そこに行くと。トラブルが起きてしまいました。音声が取れなかったのが、お姿を見せても OK と作戦会議してるんですよ。仕込もうとしてる。こっちゃったな。ついてきます。メカリ第2点。いらっしゃい。行ってきますって言ってらっしゃい。って言ってくれて終わりと。今小倉の駅にね戻ってきたところで、どうしようかな。じゃあ今から誰かに話しかけて、また次の行き先をね決めてもらいましょう。どうしようかな。ちょっとうろうろします。小倉は話しかけにくいですね。暇そうな人がいないんですよね。多分これ皆さんね、用事があって、ね、電車に乗ってどっかに行かれる人たちばかりなので、すごい話しかけにくいんですよね。観光地じゃないんでね、もうなんだかんだ30分ぐらいうろうろしてるんですけど、なんか今までのようにはいかないんで、もうちょっと粘ってみます。いません。今ちょっとこれ動画の撮影を今してるんですけど、今動画の撮影をちょっとしてるんですけど、ちょっとだけ協力してほしいことがあって声かけたんですけど、今ちょっとお話できます？まあできます。あ、いや、ごすみません、ありがとうございます。ですね、ちょっと座っちゃいますね。で、私今旅行してまして、で、旅行にルールが1個だけあって、その目的地を自分で決めてはいけないっていうルール。なんですね。で、今までの目的地がここだったんですよ。で、次の目的地をよろしければ決めていただけないかなと思って声かけたんです。あ、僕にですか？あ、そうです。突然でちょっと申し訳ないですけど、え、もう範囲は日本内であればどこにでも、あ、どこでも大丈夫です。え、じゃあ、あ、ごめんなさい、ですね、ちなみにこれ、YouTube で動画上げるんですけど、お声が入ってても大丈夫です？あ、全然大丈夫です。あ、お姿は映さない方がいいですか？まあ、そうですね、学生なんで。あ、学生さんですね。ああ、すみません、ありがとうございます。はい、はい。で、全然日本全国どこでもよくって、本当にお気遣いなく。どこでもいいですし、なんか今まで行ったところでおすすめのところでもいいですし、行ったことないんだけどこう行きたいなっていうところでも、私が撮影してくるんで、そういう意味ではそれでもいいのかなと思って。あ、どこでも OK です。なるほど。そうですね、ここがいいだろう。いや、もう全国ですもんね。どこでもいいですよ。じゃあ、ちなみにピンポイントでもいいですね。ピンポイントの方がありがたいっちゃありがたいんですけど、なんか例えばなんとか県とかでも全然大丈夫。じゃあピンポイントでも OK です。大阪。お、大阪ですか？大阪です。あ、はい。のどことかってあります？大阪の、じゃあなんか、パピコの看板あるじゃないですか。あ、ちょっと見に行ってください。わかりました。恵比寿橋ですね、きっと。わかりました。ありがとうございます。この私岩瀬って私言うんですけど、この岩瀬チャンネルっていう名前でやってまして、この企画ちょっとまだ始まったばっかなんで動画上がってないんですけど、はい。あ、チャンネル登録しました。ありがとうございます。もしよろければちょっとご覧いただければなっていう感じで。ただちょっと私カメラに向かって大阪に行ってきますって言うんで、声だけ行ってらっしゃいって声だけもらってもいいですか？わかりました。そしたら大阪に行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとうございます。じゃあ行ってきますね。ですね、次の目的地は大阪になりましたね。大阪のグリコのね看板のところ、多分恵比寿橋だと思うんですけど、に、行ってきます。いや、なんとか見つかってよかったです。読書をされてた、学生さんにねちょっと声をかけて、決めてもらいました。次のね大阪までどうやって行こうかちょっと考えてたんですけど、あれからしばらくフェリーでね行こうと思います、今回は。新幹線乗ってもよかったんですけど、なんかねつまんないですよね、新幹線でね。あっという間に着いちゃう。今日中にもうね着いてる。多分今日中にもう恵比寿橋かな、恵比寿橋ミッションもクリアできちゃうんですけど、なんかそれだとつまんないなと思ったんでフェリーを予約したんで、今日のね5時半かなのフェリーで行って、で大阪のね泉大津っていう港に着くのがね明日の朝6時ということなんで、まあ12時間、ちょっと船の旅になりますね、今からは。でね、まだまだちょっと時間があるんで、今何時だ、はい、そういう感じでちょっと時間潰しておきます。今から、フェリー乗り場にね向かいます。今日乗るフェリーが阪急フェリーといって、大阪の坂に九州の急で阪急ですね、フェリーで、まあ、大阪と九州を結ぶフェリーっていうことだと思います。で阪急フェリーがね出るところが九州側がですね新門司港っていう港なんですよ。で、まあ、門司と新門司がね別でちょっと紛らわしかったんですけど、で門司っていうのは私が昨日とかね、行ってた門司港の駅の、港なんですけど、新門司っていうのが別なんですよね。説明しにくいんですけど、瀬戸内側というか北九州空港の方に行かなきゃいけなくって、でそれがねそう行きにくいんで面倒くさいなって思ってたんですけど、最寄りの、駅とか鉄道もなくてバス停もないんで離れたとこから歩くパターンなんですけど、船予約した時に、この小倉からね無料の送迎バスが出てると、港までっていう話だったんで、あすごい便利だなと思って、それをまあじゃあ乗りますということで、今ねバスを待ってるところなんですよね。でこのね小倉駅のこの北側かな、これは新幹線側から出たところにこのね新門司駅フェリー送迎バスっていうのがあって、それがねこの木の向こう側の多分あそこだと思うんですよね。無料は大きいですよね。でちなみにその大阪側が泉大津っていう港で、その泉大津っていう港もまた交通機関がないんですよ、バスとか電車とかで不便なとこなんですけど、それ泉大津の港から、最寄りの、ね、鉄道駅までまたそこも無料送迎バスが出してくれるみたいなんで、それも乗ることになってます。ちなみに最寄り駅っていうのは大阪側がね南海かな、南海電鉄の、泉大津駅かな、はい、そこまではバスで行けるみたいです。多分今これ集まってる人たちがみんなフェリーに乗るんだと思うんですよね。あそこに出てますね、阪急フェリー行き乗り場、これですね。じゃあバス乗って、新門司港まで行きます。はい、今、新門司港のねフェリー乗り場に、着きましたんで、ターミナルなんかちょっと入ってきます。まだねチケット買ってないんで今からすぐに買おうと思います。この17時30分の泉大津行きに乗ります。旅客の乗船開始は16時30分のようですね。ターミナルの中こんな感じになってますね。で乗船口が4階、もう乗れるんですかね。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、これですね、響き新門司から泉大津。おお。どうやら私は7階の部屋のようです。こっちか。お、あった。この船の紹介はですね、また別の動画に、しますんで、まあ、そちらも、よろしければね、ご覧ください。はい、じゃあ今日はもう、部屋でちょっと休みますんで、また大阪着いたところのシーンから始まると思いますんで。そしたらおやすみなさい。はい、大阪です。泉大津駅までね、今恵比寿橋筋っていう豚まん食べれるかなって言ったらめちゃくちゃ汚いですよね。いかにも大阪っぽいですよね。これ有名な食い倒れのお店。ああ、これになってるんですね、今は。お好み焼き三つのっていうことです。一旦この人任せの旅は休憩します。